はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、珍しくオープニング車からお送りしております。というのもね、ちょっと今日表の風が強すぎて、オープニング撮るとね、ちょっと音が入んないなと思いまして、本日の動画はね、車内の方からお送りしております。で、今日はね、どちらのお店に来たかというと、僕の動画の中ではね、もうお馴染みというか、大好きなお店、久々にね、ジラフさんに来ております。というのも、今日一日ですね、通常のメニューではなくて、限定メニューのね、販売で営業している、限定営業日でして、今回いただくのは、汁だくの味噌混ぜそばでございますね。このね、メニューずっと食べたかったんですけど、なかなかね、都合が合わなかったんですよ。ただね、本日はたまたまね、販売の日時と都合がつきましたので、こちらのね、ずっと食べたかった、限定を食べていこうと思います。いやね、もうお店3時までの営業で、もうね、3時なんですけど、もう店舗内の車庫もいっぱい、もう車いっぱいなのよ。もうそれぐらいね、もう人気の限定メニューですので、早速ね、店内の方に入りまして、そちらの限定メニューを食べていこうと思います。ということで、ただいまね、もう店内に入っておりまして、メニュー到着しております。こちらがね、限定の冷やしの味噌汁だく混ぜそばでございます。めっちゃうまそうなんだけど。いやね、これトッピング見てもらいたいんですけど、めちゃめちゃね、食欲そそるよね。出来たてを、早速、いただきます。ひとまずこれね、混ぜずに、麺からいかしていただきたいです。よし。いいよ、よいしょ。あ、麺ですね、これ。うわ。うわ、うんまっ。いや、この限定はね、食わないともったいない。マジでうまい。んでこれね、チャーシューね、これうまいんですよ。またこれチャーシューも冷やしなのに柔らかいのってすごいよね。ちょっと早速ね、こちらの黄身割っていきますね。よいしょ。ほんのりね、このベースの味噌、まあ、ピリ辛なんですけど、いろいろトッピングが加わると急にね、まろやかさ増すんですよ。ただこのね、漬けにんにくの香りとかで、ひき肉もね、こう甘辛くなってるんだけど、山椒の風味なんかもついてて、甘みとまろやかさとほんのりとした辛み、これがね、食をそそる。またこれごまピーナッツかな、そのね、多分味噌のベースに入ってるんですけど、そのね、香りがすごい。千秋さんはこう普段からね、ラーメンとか混ぜそばとかあったかいねメニューがメインでして、なかなかねこの締めた麺、冷たい麺をね食べる機会ないんですけど、またね普段とね全然違うねこれ。これ見えます皆さん、これわしわし締めてるとコシもねすごい強いし、うまそうでしょこれ。このマヨネーズってタルタルなんですか？マヨネーズはうまい。皆さんこのマヨネーズただのマヨネーズじゃなかった。うまいぞこれ。栃木の人いつもこれ食ってたんすね。ずりーなー。うめえ。山椒のアクセントいいっすね。ちょっとした辛みっていうんですか、山椒の。甘いんだけどビリッとして。冬場もこれやるとき来ていいっすか？あったかい方でも食いたい。あったかいのでも食いたいっすねこれ。ここ直近の、ジラフさんの動画ね撮影するときには大体ラーメンとか汁割り系だったので、茹で前でねいつも1キロとか、それぐらいでね、お願いしたんですけど、今日はもちろんラーメンよりもちょっと汁が少ないので麺多めの 1.5 キロで注文させていただいたんですけど、ペロリですわ。すぐなくなっちゃった。うまかった。そしたらね、こちら最後の一口でございます。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね限定で販売しておりました冷やし味噌汁だけ混ぜそばいただいてきたんですけど、もうねめちゃめちゃうまかった。ほんとねこの限定を販売するたびに食べに来れるね栃木の方が羨ましいなと思う一杯でございました。でね、今回のメニューは限定販売なんで、もちろん通常時には販売してないんですけれども、今までねいろいろと動画の中でもレギュラーメニューたくさんいただいておりまして、本当にねラーメンから混ぜそばからもう味噌でもそうなんですけど、全部ねうまいんで、ぜひね皆さんもこのジラフさんでねうまいラーメン食べてみてください。ごちそうさまでした。めちゃめちゃうまかったっす。めちゃめちゃうまかったっす。